大和重版 YouTube チャンネル。今回は建売住宅の基本的な設備について詳しく解説をしてまいります。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回建売住宅のメリットやデメリットのことを教えていただきましたが、話の中で一般的に必要な設備は大体揃っているということでしたが、そこで疑問なのが、一般的に必要な設備というのは大まかにどういうものになりますか？確かに一般的といってもなかなか難しいですよね。なのでどの建売住宅にも必ずついているとまでは言えませんが、多くの建売住宅についている設備としていくつかご説明したいと思います。まずは浴室、換気、乾燥機ですね。これは大抵の建売住宅についています。浴室、換気、乾燥機付きは確かによく聞くと思いますが、浴室に換気乾燥機が付いているとバスルーム内のカビの発生も抑えられますし、また乾燥機も付いているとなると浴室内に洗濯物を干せますよね。花粉の季節はベランダに洗濯物を干すと洗濯物に花粉がたくさん付着してしまうので、それを切るともうくしゃみも鼻水も止まりません。花粉を避けて部屋干しをしても匂いも気になるところです。そこで浴室に乾燥機がついていれば洗濯物も干せますので、個人的には嬉しい設備です。また雨の多いシーズンや長時間雨が降るような時にも浴室乾燥機は役に立ちますね。他にはどういう設備がありますか？浴室同様、水回りに目を向けるとキッチンになりますが、ビルトインの食器洗い機や浄水器がついていることも多いです。キッチンは食洗機、そして浄水器もついているんですね。しかもビルトインタイプとなるとキッチン周りもすっきりします。食洗機も浄水器も後からつけるとなるとキッチンのどこかしらの場所に据え置き型で置くことになりますので、結構スペースを取りますよね。お風呂、キッチンなど水回りは一通り生活に役立ちそうな設備がいろいろついているんですね。他には冷暖房設備などはいかがでしょうか？冷暖房設備についてはエアコンは基本的にはついていないことがほとんどです。一方でリビングに床暖房が標準装備されている物件も結構多いです。エアコンは建売住宅を購入後に家電量販店などで揃える必要がありそうですね。床暖房については確かに後からつけると難しいので、あらかじめついていることが多いんですね。近頃の新築住宅は断熱性が高くなっていて、エアコンを使った際の効率が良くなるようにお家が作られており、昨今の電気ガス代高騰を考慮し、あえて床暖房がついていない新築住宅もあるそうです。そういうケースもありますので、設備のあるなしだけでなく、お家の総合的な部分を見ていきたいですね。ちなみに照明器具などは玄関や廊下、浴室やキッチン、トイレなどには備え付けの照明器具や埋め込み式のダウンライトなどがあらかじめついています。一方リビングや各居室など生活のメインとなる場所の照明器具はついていないことがほとんどですので、お家の購入、お引き渡し後にお客様の方で購入していただくようになると思います。照明器具は場所によっては一通りついているんですね。メインの部分になる照明器具だけはエアコンや冷蔵庫、洗濯機などと一緒に準備をしておく必要がありますね。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。これからも不動産に関する分かりにくいことをできるだけ噛み砕いて分かりやすくお話ししていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大和重版は横浜、川崎、湘南エリアで50年不動産営業を行っており、このチャンネルではなかなか分かりづらい不動産のことを分かりやすくお話ししていこうと思っていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。